脊髄は日本の5人組 J p o p バンド。メンバーは丸山号、塚田哲夫、枠井良、前場義明、そして押川和弘の5名。2000年結成、2010年活動休止。2000年に専門学校東京ミュージックメディアアーツ、ナオミの同級生を中心に結成。原宿ルイドなどでライブ活動を展開。2002年には、 ミニアルバム、赤髄をリリース。2004年、ファーストアルバムとなる、赤髄イズムを発売。同アルバム収録楽曲、チャリンコライダーは、CAN システムでの7月期お問い合わせランキングで、全国9位を記録する。2005年秋に、NHK 総合で放送された、熱唱オンエアバトルに3度挑戦し、2度オンエアを、獲得した。披露曲は、夢花火と、ゴーストレート 続く、セカンドアルバム、東京ラブロマンチストの、デコ初ライブでは、原宿レイドの、ワンマンワンデイライブとしては、過去最多動員を記録する。また、タカラトミーの、デジタルオーディオプレイヤーミュージックシャワーネオの、イメージアーティストに選ばれた。テレビ朝日系列のストリートファイターズでは、エントリー後、わずか2週目にして、ネット投票ランキング1位に到達、以降、上位のチャートアクションを続け、 全国総合ランキングでも1位を獲得。さらにファーストマキシシングル、成山ぬかね、ただそれだけでは、オリコン週間インディーズチャートで、初登場6位、サードアルバム、歌たばでも、同チャートで33位に入るなど、実績とともに安定したファン層の支持を広げている。2009年10月8日より、脊髄初の国内放送での冠番組、 ラジオアミューズメントパーク赤髄のハピーデリラジオが全国13の AM ラジオ局でスタート。2010年4月1日からは FM 富士のミュージックスパイス木曜パーソナリティに起用されるなどインディーズシーンで注目を集めるアーティストである。2010年活動休止。その後丸山号が脱退。2011年2月残った4人でガングルオンを結成。 2018年3月、活動を休止。鳴りやまぬかね、ただそれだけ鳴りやまぬかね、ただそれだけ愛して、愛して赤髄、夢の中のまことそれいけブータローさまようひと夢、冒険ワンホーリーナイト君だけの歌いつか僕が、ガール今夜くんに会いに行くよのぞめどもモアグリーンのテーマ、赤髄ズム、2004年4月7日、LBM-0439 チャリンコライダー号、 ストレート、夢ツいとミスタータンクトップ、青い春恋愛事情から恋のサントドミンゴ地球の、形四角い空の街夢花火、中国大陸マイルストーン、東京ラブロマンチスト春風春風都会のカラス、キラリ、ツートモローズユー、君に贈る愛の歌。罪深きタンクトップレディ桜咲くそばに来て、晩秋の空、月にじむ夜太陽アライブ歌た,たばめ隠しドライブ、なりやまぬ。 金くんの泣くんよえり流星ラッシュ神様の運命二人の奇跡東京で僕らは恋をした。ただそれだけ、キラリ、ツートゥモローズユー。ありがとうございます。